中野劇団第18回公演楽屋ちゃん2017、7月の21日の19時半ステージを皮切りに22、23日と、やっております。ある劇団の本番中の楽屋とその上演中の本番中の舞台を2部構成で見ていただくという異色のシチュエーションコメディでございます。前回公演が、同じ10分間を繰り返すお話でしたが、まあ、今回はその舞台と楽屋を2回繰り返すということになっております。前回、これ再再演になってるんですけれども、前回、前々回と比べてさらに話がボリュームアップしています。いろんな役者も出ています。話、エピソードもたくさん出てきます。で、1年前の10分間、2016から丸1年で、今年の正月ぐらいから、じっくり時間をかけて作ってきた作品ですので、まあ、緻密な内容を楽しみにしてほしいと思います。演劇経験が豊富な方なら分かっていただけると思うんですけど、1回楽屋をやってそれから舞台をやるということは、出はけのタイミングを全部再現しないということでございます。そのあたりまでこだわって非常に緻密に作っておりますので、そのあたりも含めて楽しんでいただければと思います。非常に中野劇団らしい作品となっておりますうまいこと言う、中野劇団らしい作品となっております。ぜひまだまだチケットございますので、ウェブ等からご予約いただければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。